もやい結びもやい結びとは、ロープの端に大きさの変化しない岩を作る結び方の一つ。使い勝手の良さや用途の多さから、結び目の王と呼ばれることがある。英語では、ボリンというが、ボー王とは、選手のことで、古くは、船の方の縁を選手側に引っ張るために用いられていた。もやい結びと、本質的に同じ構造の一重次は、 石器時代から漁網に使われていたとされるが、もやい結びが初めて図示されたのは1794年に出版された船員向けの教本の中であるとされる。素早い結び方もやい結びは具体的には以下のようにして作ることができる。まずロープに小さな泡を作る。作ったループにロープの端を通す。同端をロープの固定短足の下をくぐらせる。最初のループに 銅端をステップ2と逆方向に通す。もやい結びはロープ自身を芯とみなし、手こ結びを施していると解釈することもできる。また、銅端をループに通すときに上下を逆にすると、ラップノットという別の結び目になる。練習すれば、片手で結ぶこともできる。手首のひねりを利用して手際よく結ぶ方法は、セーラーズメソッドと呼ばれる。 ロープの端に輪を作る結び方には輪の大きさが変わるものと変わらないものの2種類があるが、もやい結びで作った輪は荷重がかかっても結び目の部分が動かず輪の大きさが変わらない。また、大きな力にも耐える強度を持つ堅牢な結びでありながら、その後は簡単にほどくことができる。そのため、例えば以下のような用途で用いられる。結び目のないロープの強度に対する模様結びを、 施したロープの強度は4割程度と低めになる。ただし変形もやい結びの中には、その強度が結び目のないロープの7割強程度に上昇する種類もある。輪は一方向の荷重に対しては大きさが変わらず強度を発揮するが、複数方向の荷重では簡単に結び目が緩み、ほどけてしまうため注意を要する。ありがとうございます。